どうも、新宿アボイ金木です。そうです。新宿アボイの中年の市長でございます。なんか最近ね、ちょっと SNS 界隈でさ、ちょっとざわついてるのがさ、あるね、お笑い芸人さんのファンの人が、なんか、その芸人さん、そしてその事務所、の人から出禁になったっていう話があって、うん、でなんで出禁になったかっていうことをとうとうと書いてあったよね、うん、でその人はその芸人さんのこと顔がすごく好きで、うん、でもネタがあんま面白くねえなとかなんか、うん、そういうの感をバンバン伝えてたなって、うん、でそういうのがまあちょっと行き過ぎて出禁になりましたみたいな、うん、なんかそれをねちょっとずっと読んでたんだよ、うん、でそれをあのバカよあなたの新藤さんが YouTube で解説しててまあそれきっかけでどういうやつなのかって見たんだけどさ、まあ確かにやられた芸人さんはきついなと思うし、そのね書いてる人のなんとなく気持ちもまあまあわからんでもないなとは思うわけ、ファンだし、で第三者からしてさ、俺には全く関係ないから俺の意見で言うと、なんかそのノートにね、その人がいっぱい書いてたの、このこういうどうしてこういう風になったのかっていう、なんか文才がすごくて、どん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 こう入り込んじゃって面白いなって思っちゃったのよ、うん、だからなんかその熱烈な熱狂的なファンの人ってなんか文学の上手いんだなみたいな、ああまあ気持ちが入るんかね、気持ちが入ってんのかなと思ったんで、なんかそういう仕事ついたらなんかうまいこといきそうな気もするなと思ったんで、まあまあね、でなんかその流れで、うん、それは男の芸人さんに男のファンの人が好きになって、うん、なんかそういう風になったんだけど、なんか全くこう真逆のあれで、うん、女性の地下アイドルを好きになった女性のファンの人がいて、うん、で全く同じように出来になったっていう話なんだけど、その人のノートも文才がすごいの。なんかすごいなんかこうもっと読みたいもっと読みたいみたいな、うん、もっと続き読みたいんだよっていうぐらいなんかすごい引きつける文才なんだよ、うん、だから俺にはこれ絶対書けないなと思った、うん、ここまでのなんか熱量っていうか、うん、例えば好きなものでもこんな熱で書けないなとか、うん、だから何かあんだろうなと思った、その本当に好きだと文が上手くなるのか、まあ言いたいことはいっぱいあるだろうからね、思いがいっぱいあるから多分ね、構成も上手いんだと思う、だからその好きになるにあたってそう、ま、前段階があって、うん、でなんで好きになったか、うん、で好きになった理由がとか、うん、バーってすごい、だから自分の中でもそれがちゃんと出来上がって順番通り出来上がってこの人がもう好きですってなってるから自然とそうなってるのかもしれないしね、その考えてその文章を書いてるというよりも自分の中でそれが順を追ってだんだん気持ちが強くなっていってみたいな、なるほど、だからなんか俺構成力は俺あんまりないからさ、うん、構成作家として入ってくねえからさ漫才の漫才の、うん、その方にすごいんだよ構成力を、うん、わーって見てて、うわすげえすげえすげえ、いやいやさ、ちょっと転換させたら本当仕事になるかもね、いや仕事になるんじゃねえかなと思ってんだよ、ね、その人の、うん、まあね、その行き過ぎてる面も多々あるんだろうけど、うん、まあ言っても完全に第三者だから、うん、まああと我々作家入っても我々に別に熱なかったら、熱はまあそっか、そうなるとあんまり構成も別に、うん、いや平気であんま面白くないですねとかっていう人なんですだから何ですかこれつまんないですよとか普通に言われる可能性もあるよねそれは、うん、いやでもすごいなと思ったんだよ、すごいねそれ、なんか、うん、まあお笑いファンの中なのかな、うん、分かんないけど、うん、まあね、あまあまあ難しいところだよね、その熱狂的なファンになってくれるってありがたいことでもあるけどね、うん、まあね、一歩間違えるとみたいなね、そうそうそう、距離感がね、
近あんまり近すぎてもまあ微妙なラインだよね。なんか近すぎないぐらいがちょうど良かったりもするじゃん、なんか変にさ。なるほどね。うん、あとあれだよね、あの深川さんの、ああ芸人ストーカーみたいになった人。そうだってさ、芸人やってた人だっけ。そうよ、何回も何回かライブ一緒になっててさ、ほんでだから要は福川さん好きで芸人になったわけでしょ。え、あ、そうなんだ。うん、そうそうそう、すごいよね、そのバイタリティもさ。まあでもそういう人はお笑いの人って多分いるよね。まあまあまあ、そうか、まあそれはそうか、いるか、憧れてとかね。憧れてとか。でもそれでなって結局ストーカー的なことをやってさ、思いが詰まっちゃって、うん、まあ確かに芸人やった方が近づける確率は高まるよね。うん、まあ、ましては裏の部分から近づくからね。いや、いつか言ったかもしれないけど、ほら AKB の人が好きで太田プロのお笑いセミナーに入った人もね、そういるとかさ、そういうちゃんとネタ作ってきたってんだから、お笑いやりたいわけじゃないのに毎週真面目に通ってちゃんと何十万か払ってよ、すごいよね。それが近道だと思ったんだね。そう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 、でプレゼント渡したいってマネージャーに言ったら、そんなんできないってやってそこからパタッと来なくなっちゃったの。あ、そうなんだ、ね、うん、要するにやめちゃったんだ。もうダメだ、いや意味がないってなった。ああ、その違う道を考えようって。そう、すごいね。ネタをちゃんと作ってネタやってたんだから、ああちゃんと学校の授業で。そのすごいね、でも、うん、まあまあ言ったら、まあ道を外さなかった人じゃん、その人は。うん、だから結局さ、その方は、まあ、結局その辞めちゃったけどさ、きっかけとしてそれで入ってさ、結果意外とネタが面白いってなってさ、本当に芸人としてさ成功したらすごい、それなんか面白いエピソードにはなるよね。な、本当ね、そういうきっかけで芸人になり始めたのみたいなね。難しいところだけどね。だからその方があれじゃない、もう芸人として活動したすっていうね。自分がそのもう近づきたいから、うん、表現者としてねやるみたいな。なんかだから違う方法あるかもしれないね、うん、まあ多分まあもう無理だと思うけど、うん、まあね、そこまでなっちゃうと、うん、まあまあ難しいとこだよね。本当に憧れて芸人、誰々に憧れて芸人になって、うん、会いたいと思ってやるのは、まあ私は別におかしなことではないから。まあでも俺もそうだしね、うん、まあ誰かしらに、誰かしらやっぱでも芸能人に会いたいなとかっていう、うん、やっぱりそういう心をないとやっぱあるわけですよ。あるよね、うん、それは。だからまあまあ、まあ難しいよね。でも面白くないですねとかさそれは言わないでほしいよみんなはっきりとさ言わないでよって意外と芸人繊細な人も多いから、うん、それは言わないでよっていうね。ああ、なかなかね。いや、そんなファンあんまり出会ったことがないからね。熱狂的なね。まあ言ったら顔ファンだよね、その人は。顔ファンには我々まあまあ無理だと思うけど。そうだな。追いかけられたとかないよね。ないね。うん、ずっと家までついてくるとかさ。ああ。ないもんね。ないね。うん、いるかな、そんな人。いやいやいや、中にはいるでしょ。中にはいるでしょ。うん、私たちにはいた記憶がないですね、若い頃も含め。うん、だからといってね、急に現れてね、面白くないですねって言われても困るけどね。それはただ悪口言いに来てる人だ。面白くないですね。金子さん、面白くないですね。それはファンではないか。で、だから顔は好きですけど、金子面白く面白くないですねっていうタイプなの、うんうん、ね、そのノート書いてた人。まあそんな人は多分出てこない、ね。なんかそういうなんかちょっと考えさせられたんですよ、うん、そうね、確かに、うん。これはまあ本当に第三者だから。思うだけで、まあそれ当事者は、当事者としたらめっちゃきついなと思う。それはきついですよ。きついですよ、それ。きついと思う、当事者としたら。あ、またいるよ、また来たよ、また来たよってなってるだろうし。そうなってるわけだからさ。でなんかね、変なアドバイスみたいなこともしてくるだろうけど、ちょっと勘弁してほしいなって。うん、でやんわりとね、マネージャーさん伝えてちょっと勘弁してくださいっつって。うん
なんでなんでってなってたっていうね、それをっていう。難しい、ね、難しい、ね、うまいことちゃんと説明してそうしないとね。私はもう第三者だから本当にスプーンさえすごいなと思っただけ。うん、そうですね、はい、うん、はい、ありがとうございました。